んでるんじゃないんですか。政府が絡んでる企業が多いんですけども、多いんですけど、一応あの中国はですね、政治的には共産主義国だったんですけども、経済的にはもう完全に資本主義国になってるから、株式市場も一応あるんだけど、ある中国ね、ちょっと特殊なんで、さっきも解説しますけど、他の株式市場とあの経営が変わっててですね、ほとんどが最近始めた個人の株式市場